若浦浦とは、湖岸、海岸の地形の一つ。湖海に沿った屈曲がない砂堤や小石からなる、海岸平野を浜、ま、同じような地形で岸海が露出している磯に対し、陸地が湾曲して、湖や海が陸地の中に入り込んでいる地形を指す。浦や浜は、全近代において、湖岸、海岸の集落を指す用語としても用いられていた。日本の律令制では、 浦谷浜は山川やぶさわと同様に公私教理の原則の下に置かれて、排他的利用が禁じられていたが、現実には王権に逃げを貢献する、逃げ人や海府は例外とされ、そこを突破口に8世紀以降検問寺社による裏、浜の私的専用と住民支配が徐々に進行することになり、平安時代には漁業や遠業、水上交通及び、それを取り巻く、 わずかな田畑からなる荘園に編成され、浦浜が、ほ、名とともに、荘園内の内部単位あるいは独立した行政単位として成立する。また、浦や浜の有力住民も、大家の久保寺にや有力神社の新人身分を得て、地域住民を統制することになる。中世後期になると、守護などによる存落を媒介とした支配が広まり、内部では、園業漁業、 水運などの文化が進んだ。その結果、各地の裏や浜に、漁村や港町などが形成され、中には、若狭国オバマや泉国境のように都市化するものも、あった。戦国時代になると、戦国大名によって、水軍や海上輸送に動員され、魚類などの水産物の供給や貿易船などにもに、動員される場合もあった。特に豊臣政権が、 朝鮮出兵を行う過程で、日本全国に導入した水主役の導入は、江戸時代に裏方、浜方と村方、地方を区別する重要な指標となり、前者にのみ位祖付漁業権が認められ、後者は漁場から排除されることになる。だが、前者も、鎖国などの影響によって、漁業の沖合への進出や大規模化を制約されることになった。だが、 こうした体制も江戸時代中期に入ると、海産物の商品加工や、肥料加工などによる商品経済との密接化や、村方、地方の漁業への進出、網元の成立など裏方、浜方の内部構造の変化によって、動揺を来たし、明治維新後は、浦谷浜、磯なども内陸部と同様に町村制に再編されて、いくことになる。国立歴史民族博物館の 急行給料取り調べ庁データベースの記載によると、漁村としての裏は、陸前国、和佐国、安房国、越後国、佐渡国、能登国、越前国、若狭国、大海国、伊勢国、木の国、淡路国、淡国,国、佐抜国,国、伊予国、土佐国、出雲国、文後国、非前国、非後国、津島国などにとりわけ多く確認できる。ありがとうございます。